どうも、くきです。裏切り、どうも、とえです。どうして誰から裏切られたの？いやいや、まあ、裏切られ続けてきた人生やったわけなんですけど。裏切ってきた方ちゃん。まあ、それもあるかもしれませんね。はい、裏切りの有益ということで、最近、夕立勘十郎がですね、有馬でもついに裏切りを発覚したんですよ。これ俺がそうだってことをな。そう、あのさ、コミックス派の人はもう知ってるじゃん。アニメ派の人は、今知ったわけでしょ？そう。どういう気持ちやった？アニメ派の人、ちょっと正直感想を聞かせてほしい。怖くなかった？そう。もし、問い詰めたくなったらね、神木かんでの動画を見てあげてください。そう、いやけにあの神木さんという変態のところのサムネイルに髪赤いやつ出てるな思ったら謎分かったでしょこれで。そうなんですよ、不思議な感じなんですけどね。まあということでですね、この赤鞘国男のスパイが実はいるんじゃないのかみたいな、まあそのワノ国返杯ってこのスパイ誰やねんみたいな、そう忍なんてローお前がスパイちゃうんけとか言うとってあれひどいな。そうかなり問題になったわけなんですけど、この勘十郎がですねまさかのそのスパイだったということで、はい裏切りといったら話ちょっと変わんないけどさ、この前なんかランキング出てたよね、裏切りのキャラクターといえばみたいな。そうそうそう。で1位ライナー・ブラウンやったよな、進撃の巨人の。これ納得やわ。勘十郎6位、もっと上やろ最近のインパクトで言うたら。僕はあれ逆になんかみんなワンピース好きな人は6位、6位かよって言ってたんやけど、待って冷静に考えて他めちゃくちゃメインキャラばっかりやったね。そうやね、ライナー・ブラウンもそうやしアイゼンさんもそうやし、みんななメインっていうか主役級やもんな。勘十郎っていつから出てきたと思ってる？99巻のうち30巻も出てへんねんであいつ。ジェシカね、30巻出てってすごいよ。ああまあね、俺なんかワンピースはパラドックスに今ハマってる気がして。なるほどなるほど。30巻でまあすごいやけど、何鬼滅やもんね。まあまあいいのよ、まあそれはいいんやけど、結局その裏切りがやばかったでっていう話で、これはすごかった伏線なんですけど。伏線な。そう、まあでもこれ裏切り者が実はお菊なんじゃないのかとか。そうそう、ちょっとねなんか過去のこと知っている感じがして、おでん女はどうとかって言ってたから、あれこいつもしかして敵側かもって思ったもんな、ワノ国スタートした時は。そうで、または忍ちゃうんかとか。あそうそう、やっぱくのいち怪しかったもんね、フォローがな。ということで、この裏切り者誰やねんっていうことをやっとっていろいろ話したんですけど、まあこの勘十郎以外はもう全部外れたっていうことになっちゃうわけじゃないですか。実はですね、ワンピースの世界ね、やっぱりね外れた考察っていうのはねたくさんあるんですよ。というわけで今日はね、過去騒がれた考察、裏切り者まとめちゃうんかった。違うんですよ。その割に裏切り者だけでなんか2分半ぐらいなんか前半使ってんねんけど、びっくりしてもうて。ということでね、今日は過去外れた話をしていくんで。なるほどな。それを今振り返ってまた新たに分かることがあるかもしれないなっていう回ですね。ということで1つ目、ローイコールサボ説。言われとった。そう。まあこれはですね、ローが頂上戦争の後とかで、ルフィのこの帽子とかを見た時とかにね、なんか意味深に見てるんですよ。ああ、なんか、てん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 。そう。なんか麦わら帽子見て意味深に、なんだこれはっていうことになってたりとか。で、そもそもそのサボがいるっていうことは分かったじゃないですか。だから、ローが実はそうなんじゃないのかと。だから、その頂上戦争にも助けに来てくれたんじゃないのかとか、そういうことを言われとったんですよね。で、実際そのサボってその幼少期のエピソードとか頭いい系のエピソード多かったじゃないですか、でローもどっかその品がある感じやったから、あれこれサボってもしかしてみたいなっていうことを言われとったんだけど、全然違かったねこれね。これさ、次何に出てくるか分からへんねんけど、ローがサボ説っていうのと同じようにサボが何説って結構あったよな。はい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 。誰説が言う？ローやった？僕はロー派でした。僕を聞いたのはやっぱキラー派が多かったな。あー、髪金髪やったし黒やんか、ローは。金髪のちょっとマスクが出てて意味深にずっと顔見せへんかったし、キッドのとこにいるからルーキーとしてまた絡みも出てくるから、実はサボなんじゃないのみたいなこと言われてて、ちょっととんでも考察だったらパシフィスタとも言われたんだよね。あ、そうなの？そう、革命軍に拾われて命がもう助からないから、せめて各心臓だけはパシフィスタに乗っけて生かしてあげようみたいな。なるほどね。そういう考察も当時あったんですよ。でもそれ当たらずとも遠からず的なとこありますよね。そう、じゃあ今度2級2級の実でクマがもしかしたら仲間になるんじゃなくて言われだした。だからサボが間接的に仲間になるかみたいな期待もあったんだよ。なるほど。それめちゃくちゃ面白いですね。はい、それで続いてなんですけど、パンクハザードにいた七部会がバギーなんじゃないかっていう説ですね。そもそもそのバギーが七部会に入ったんじゃないかみたいなミスター・スリルのところに手紙が届いたわけじゃないですか。とんでもない内容だから。そうで、さらにこの金右衛門のところでたわけた七部会目がっていうところ、金右衛門がバラバラにされてる。そう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 。で、この時って僕らそのローの能力ってよく分かってなかったやん。そうだから、たわけたでバラバラになってるバギーやんみたいな。だからバギーがそのその時はまだ覚醒とか分かってなかったけど、もしかしてそのバラバラっていうこととたわきたでなんかこういう技もできるようになったんかなみたいな。ありえたよね。そう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 、なんかこの2年間の間に人までもバラバラにする能力ができたのかなと思ったしね、まあなんでこれバギーなんじゃないのっていうことが結構言われたんですよね。まあこれも見事に違ったんですけど、で続いてなんですけど、白ひげドフラミンゴが D の一族説。ああ言われた。そう、まあこれエドワー・ディ・ニューゲート、ゴールディ・ロジャーと同じ原理やね。ゴールドやから確定でしょみたいな、これ D の一族同士争ってたんちゃうのみたいなとか、ドン・キホーテ・ドフラミンゴもドン・キホーテ・ディ・フラミンゴ、やっぱこれこの時から多分言われたと思うのやろ。ワンピースとテンプル騎士団フリーメイソンの元の男子の関係、その総長たちが胴手ついてるから、これドフラミンゴもこれ天の一族だから言うてるから、もしかしたら本人が D なんじゃないのかみたいなことが言われとったんですよね。なんかさ、いまだに言われるじゃん、オーディンとかさ、もういい加減D 大喜利いらなくないって思ってて、まあオーディンが最後の俺大喜利は思ってたけど、この前ふとね見たんですよ、レイブントラッシュを、はい、そしたら D 大喜利ずっとやってて永遠となんか10分ぐらい D に関する大喜利ばっかするのね。最初はこいつ意味なじゃないかみたいな考察から入ってたんだけど、そのうちもう D 絶対つかへんよみたいなやつがボン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 出てきて、尺稼ぎで自分で言ってたから、あ、なるほどね、潔くて好きなんです僕あのチャンネル。まあ光月を D は僕も言うてるんですけどね、あいつも D の一族やからはい、まあ、ということで続きまして、これねすごい言われたよ、さっきキラーってサボなんじゃないかって言われたんやけど、キラー2大考察のうちのもう1個分かった。銀。そう、銀ってバラティ編の時に出てきて、その最後にね約束するんですよ、サンジとグランドラインで会おうなっていうことを約束してくれて、なんでいつもここらみたいなポーズと同じ。いやこれあれ持ってるポーズ、この銀の武器あれ銀の武器が言いようがないんだけど、銀の武器を持って言ってたわけじゃないですよトーファーみたいなやつ。そう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 。たかしさんが好きな武器でしょね。それでキラーもなんか持ってるやん。マリンちゃんね。そう。え、金の武器。グランドライン入ってぺちゃんこになってんじゃんかみたいな。そうだからようやくこの2年間で玉よりも刃物の方がいいぞってことに気づいたの。そう。やっぱグランドラインは刃物だみたいな。僕も結構これ押してたんよ。押してた。でなんかそのキッドとはまたあったんやなみたいな。今度は頼れる船長を見つけたんだみたいな感じなんかな。いやもう残酷すぎる次の船長もついてく人間間違えすぎてないかということで、まあ、銀がキラーなんじゃないのかなと思っとったらかまそうやったね。ごめん、これ一個反論していい？はい、なぜ外れたって確定できるのこれは。まだ僕たち素顔見てないっすよ。え、でもかまどのなんか獅子王誠みたいなの出てきたやん。だってそれ素顔見てないじゃん。ああ確かに。ええ、これまだ生きてる？いや俺は違うと思ってるけど確定はしてなくないと思って。あ、そう、うん、どうですかねその辺。もしこれで銀やって納得できる理由あったらすごいけどな。すごい、うん、マジですごい。そう、まあということでですね、30と合ってるからちゃんともうそうそうそう、その時何もリアクションしないのはおかしいから、まあ、ほぼ確定だけどな。そう、あとなんか「カマーソニック」とか言ってたから音楽かぶれみたいになっとったから、まあ、その辺もなんか銀とはちょっとイメージが違うなっていう、多分銀やったら「チャーハンパニッシュ」とかになってるから、今の技名はうんそういう感じだと思う。この技はみたいに30いや戦うなよじゃあサンジとそうね、はい、まあ、ということで続きまして、バルトロメオのあの人黒ひげなんじゃないか説。バルトロメオってドレスローザがいきなり出てきて、あの方のあの人のためにメラメラの目を必ずゲットするぜみたいな感じやったから、なんか最後だけちょっとサトシみたいなぐらいの、いやまあそういう感じやったのよ。でこのバルちゃんはですね、誰か4校の部下なんじゃないかと。はいはい。でこの頃やっぱりそのシャンクスもロックスターみたいなやつおったし、バージスとかもおったけど、実は黒ひげとかもなんかいっぱい部下持ってそうやから、そろそろ黒ひげが大きく物語に関わってくんのかなみたいな、まあ、もしくはそのカイドウのとこのやつかとか、まあ、なんかいろいろ言われとったんやけど、まさかこのあの人がルフィ先輩言ってたもんね。ルフィのことだとは思わなかったね。もう誰今の。いや分からへん。分からへんねんけど、まあルフィやったなーっていうことで、ルフィ大好き緑髪おじさんやったなっていう。おじさんではないねんけど、まだ緑髪お兄さんやったなっていう。まあバルトロメオはね、まあもう一個言われてるのはね、なぜあの扉絵でシャンクスの旗を燃やしたのかっていうのはね。ああそうだな。こっちはまだ解けてないんですけど。俺はそのバルトクラブってさ、海賊団じゃないじゃん、なんか。そこもめちゃくちゃ好きなんだけど、バルトクラブ1の謎は俺宣教師ガンビアね。何を宣教してるんやろね。宣教師とはみたいな。あの辺がすごい好き。宣教師ガンビアって、まあ、そこそこの地位におると思うのよ、うん、ってことはその宗教がある程度認識されてると思うのね、うん、でもさ、何か困った時ってさ、その宗教の教えじゃなくておばあちゃんの知恵袋を頼ってるところにちょっと闇を感じるんよね、うん、でも俺は一周回ってルフィ教っていうものを布教してる団体だと思ってるのだから宣教師みたいなのがいや僕は勝手な妄想ね、それは面白いなと思って。僕は、はい、あのバルトロメオのおばあちゃん実はめちゃくちゃ用心説、海軍とかのおつるさみたいな、うんうん、あのレベルでとんでもない人なんちゃうんかなっていうのはちょっと思ってないけどね。もうちょっと的確な知恵袋欲しかったけどね、なんかねでもなんかそれってワンピースの強キャラのなんかそういう抜きてるとかあるやん、ガーブとかも。確かに確かに確かに。そうそうそう、まあ、というわけで続きまして、はい、伝次郎守屋説。あんたしか言ってへんかったよねこれね。まあまだ当たってるかもしれない。いやいやいや、もうアニメでも分かっちゃったんですよ。表紙になっちゃった見たでしょ。そうね。まあその他にも派生の説として伝次郎バギーなんじゃないか説とか、そういう方がまだありえて、伝次郎シャンクス説とか、守屋なんかちょっと前の間で出てたからどうなりだって守屋来てんのと思うやん、そんな。いやいや、なんかおるんかなって思うやん。いや思わへん思わへん、あんただけやん。これなんでかっていうと、この実はですね、守屋っていうのは月光守屋っていうんですけど、この月光をねひっくり返したら光月になるんですよ。で、さらに、この、ワノ国とイーストブルーってのは、この下月幸三郎がワノ国からイーストブルーに渡ったことで、かなり密な関係になるんですけど、この密な関係になるイーストブルーに月光諸島っていう、怪しい島があるんですよね。この説明するときもういつも使い回しは V でええんちゃうのいつも言うよね。もう終わった考察でしょ、これは。いや、終わってへんよ、終わってへん。外れたばかり。いや、まだ光月家の親戚説が残ってるから。伝次郎説が外れただけで、光月家の親切説はまだ生きてるから。生きてんの？生きてる。続きまして、デュバルクリーク説。これ初めて聞いたわ。本当ですか？デュバルって最初顔見えてへんかったじゃん。あ、そう、仮面してたな。で、武装バリバリしてて、この武装バリバリで出てきたやつ誰や？クリークちゃうんか。ああ、そう、うん、ルフィにもうボコボコにされたから、まあ、やっぱ顔はもうなんか何かしら見られたくないんやなと、うん、まあだからこそ、そのでも武装してるこの感じ、うん、もしかしてまた大戦争出てくるんか、もしかしたら今度はワールド戦争になってるんかとか、うん、まあいろいろ言われたんやけど、いやいや、ワールド戦争って、いや、もう世界戦争って書いてワールド戦争大戦争の一個上の武器になったんや。ちょっとおもろいな。そう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 、うん、もうお前が1本の槍だって言うなら俺は10本持ってきたぜみたいな。いやいや、弱くないそれ全然あの時のゼフの例え理解せへんやん何をかんだそういう問題じゃん。設定がちょっと10本やったら10本槍っていうね、ほら小田先生の師匠のルロケンのあの中に出てきた10本刀にね、うん、交えて10本槍っていう仲間をね携えてきたんかもしらんなと思っとったんやけど、10本槍だからこれは3時にね非常にそっくりやったデュバルさんでしたね。これ3時だったっていう、そのルフィが調子抜けちゃうのもいいんだよな。そう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 、みんなルフィとかだと思ってるけど3時だったんだみたいな。そう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 、あ、そうなんや。でも3時に裏に持ってるこれもバルテ関係してるんちゃうんかなとも言われとったんやけどね。ああ、なるほど。まあということがありましたね。で続きまして、ロー革命軍説。ローってバッチリハートを背負っとるわけじゃないですか。ハートの海賊だ。そうで、ドラゴン顔にタトゥーダイヤ入ってますよね、バリ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 って。これダイヤなんか、これ今これダイヤですよ。でイワンコフ、もう見てここの顎、これ高橋さんの顔なんやけど、ここの顎。いや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 、なんで今出てた、なんで今この顎がねスペードの形してるよね。そんな言うてたっけ。で続いてイラズバのこの髪型、クローバーね。クローバーローハートやん、革命軍やんみたいな。言ってたっけそんなこと。みんな言われてました。ほんま？はい。続きまして、仲間になる船大工パウリー説。これはまあこれもね、全世界の人がパウリーに仲間になると思っとって、ウォーターセブン編読んでる時。けどね、パウリーってね女子人気結構あるんですよね。そうだから、パウリーが仲間になるのはまあ必然と思っちゃってたんだよね。今度縄でアクションするやつ出てきたんや。でそのなんか借金背負って追いかけたら結構キャラ立ってたじゃないですか、船大工メンツの中でもね。ピープリールールとかなんか寝癖押したら寝癖跳ねるだけやったから、こいつは仲間にならんやろなってみんな思ってたんやけど。そう、あ、そうそう。でもパウリーはこいつは仲間になるぞと、間違いないと。最初一瞬書くかなとも思ったんやけど、あ、でもあいつ敵やったなってなって、パウリーじゃんって思っとったら、なんか最後なんかよくわからん海パン盗まれるやつが出てきて、お前なのかことになっちゃったからね。いいじゃん。いいんやけど、ほんまになんか途中まではフランキーってすごい嫌なやつやったし、嫌やったな。このショーに出てくるなんか雑魚チンピラなんやなと思っとったら、仲間になるお前なんていう。驚き栗の木桃の木でしたね。また出た、はい、コミックスとかちゃんと追ってる人が分かると思うんだけど、はい、ちゃんとねロジャーと会ってたわけです。そうやね。それが不思議よね。そこって結構小田先生はふわっとした階層の中でボスを誰にしようとか決めていったりしたわけやんか。うまく辻褄合ってんだよね。そうなんよね。それがすごいよな。いやもうすごいよね。小田先生なんか考察とか見たら変えたりするっても言ってるやんか。どこまで変えたかを書き終わった後でいいから教えてほしい。確かに本当はこうやってたけど実はこれ当てられちゃったからここ変えましたってなんか教えてほしいんだよね。確かに。続きましてローラの母親エルミー説。まずエルミーが誰か分からん人おると思うんやけど、白ひげ海賊団の傘下にですね、まあ、エルミーっていうこういうキャラクターがいるんですけど、はい、ちょっとローラに似てるでしょ。まあローラに似てるからジョーラに似てんだよな俺からまあまあまあこの頃ジョーラ出てきてへんから、そう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 、まあ、だからあこいつもしかしてローラのおかんなんちゃうんかみたいな。まあそうなぜかっていうとローラのお母さんはすごい海賊って、ね、そうそう言われてる、ね、で白ひげの傘下やったらすごい海賊やし、うん、まあその娘がまあ、スリラーバークとか、まあ、前半の海ですよね、まあ、いてるんだったらまあ確かに分かるなーっていうことを思ったんですけど、うんうん、もっとすごかったんだこれな。すごかったビッグマム説、ね、そう、まあ、これも言われとったんやけどね、ビッグマム説も、うん、そうこれが一番有名やったよ。エルミーの方知ってる方が意外とマニアックな人よ。そうそう、まあ、エルミーはね白ひげ海賊団好きの一部の人たちが言うとっただけなんやけど、まあ、神木健二がめちゃめちゃ好きなエルミーは一時期一緒になんか麦わらストアで買い物行った時にエルミーの間髪出すことだけ命かけたからある人もそういうとこあるよね。あるある。そうそう、ウォーターセブンの時の CP9 の中身がなんか全然見たこともないモブが犯人やと一生思い込んでたりとかちょっと変わってるのよね。変わってる。そう、まあ、続きましてパンクハザードのマスターベガパンク説。ああそうそうそう、ついにベガパンク出るのかと思ったね。そう、マスターマスターって言われてるからマスターってことは一番偉いってことでしょ。科学者の一番偉いベガパンクやんって思ったらなんかよくわからんなんかシュロロロロロとかいうなめたやつが出てきてんな。シーザー俺めっちゃボスとして好きやからな。うん、全然それでよかったと思う。だってそれだけは憎めないじゃん。なんかデカパンクって今のところいいもんであってほしいっていう願望が読者の中にあるから。確かにね、デカパンクがねシーザーと同じことやっとったらかなり失望しますけどね。いやそれで言ってシーザーより上なんでしょ。めちゃくちゃやばいやん。めちゃくちゃやばいよね。じゃあ続きましてウォーターセブン編で離脱する仲間、これ小池さんが好きな話だと思うんですけど、歴代ナンバーワンに数えてる僕の伏線ですね。そうそう、伏線のジャンフェスで太田先生がその手紙とか読まれる際にその仲間が一人いなくなりますっていう発言をされたんですよ。この当時直接言うとったんですかね。そうそうそう言うとって、そうそうで仲間一人いなくなるってことは誰がいなくなるんやっていうことで予想してるんやけど、ウォーターセブン編の物語読んどったらウソップかロビンこのどっちかっていうのがもうかなり有力な説やったんですよね。ウソップはねメリーゴを巡って喧嘩しちゃって離脱しちゃったし、でロビンはねその仲間の方も抜けちゃってNS ロビンで処刑されかけてたからね。そう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 でこのロビンはさすがに取り返せないんじゃないんかと、今回相手が大きすぎると。でもなんかそのうちそのルフィたちが力をつけた時にちゃんと世界政府に勝って取りに返しに行くエピソードが来るんじゃないのかとかも言われとったし、ウソップとかはマジでもう実力足らんからここで終われちゃうかと俺の友達言うとったし。友達何してんの友達今生きてる代わりに過去来るんちゃうかって言っとったからな、その友達腹の上位互換みたいなそうそう腹枠入れ替わりや言うとったからなるほど。絞らみだ俺なと思ったけど、まあまあまあありえなくはないよね。そう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 、まあでもなんかそういうこともあんのかなと思って思ってたらまさかのメリーのことやったっていうことで、いやこれはねもう当時キッズやった僕らはもう驚き栗の木桃の木でしたね。またやんそんな。これちなみになんかどっかに山椒の木って入るらしいね。そうよ。まあそういうわけで最後なんですけど13個目驚きなんつった？驚き栗の木桃の木、驚き桃の木山椒の木じゃない、正しくマンデラ効果やなというわけでラスト13個目なんですけど、まあ、13って言ったらユダの数字なんですよ。裏切りですか。そう、エースが復活する説。これ頂上戦争の時にエース死ぬと思わんやん。だってワンピースってあっこまで知らへん物語やったのよ、読んでて。だってペルーとか生きとったんやで。俺今も言うてるけど当時もいやいやペルー生きとったんやからエース死ぬわけない、エースが死ぬんやったらペルーなんて雑魚やら死んでるでしょってみんな言うとって、あ確かになと思っとって、でなんで死なへんと思っとったって言うけど、ルフィのその義兄弟でお兄ちゃんっていうことでめちゃくちゃ重要なキャラやで、あっこでロジャーの息子っていうことも分かったやん。そんなキャラが死ぬわけないと。でこれもうゴール D エースとして復活すると、うん、死んだのはポートガス D エースやと、うん、で今まではその親の名前を継ぐのが嫌やったから、うん、ロジャーの名前使わんかったけどロジャーの息子であることを受け入れて死から復活すんねんみたいな、うん、まあマルコが不死鳥の能力やったから、うん、まあ、マルコが蘇生さすねんとか言われとって、うん、おお絶対そうやわって思ったんや、うんうん、そしたらなんかあれ ASL の過去編始まってもうたぞみたいな、うん、復活せえへんのかみたいな。で僕はかなりショックを受けたよね。これが昔言われとったエース復活説よ。僕は結構そうじゃなかった。いやいや俺当時高校生とかやからこれエース死んだ週あるやん、うん、先に呼んだやつおるんやな朝な。それ読むよねみんなね。朝呼んできて、うん、もうネタバレされたんよ。俺らって0時過ぎたらすぐ呼んでるわけだ。今はな、うん、なんかそんな当時はなんか学校帰りのコンビニで買うかぐらいの。でもエースが死ぬか死ないかの時はやっぱみんなシビアでピレピレしてエースだから先に呼んだやつが「エース死んだ」って言って絶対嘘やん。ああなるほどな。そう絶対嘘やんと思ってその携帯で調べとったんや。エース死んだみたいな書かれとって嘘やろみたいな。復活説とか調べとったんやその時に。で調べとったら「何携帯見てるんや」って言って怒られたの。先生に携帯取られた。でも携帯復活したけど携帯復活したああやって携帯も知るとこやったまあということでねエースは生き返ると思ってました僕は。確かにねいまだにエース死んだって受け入れられない人もいるんじゃないかな。いやもうほんまにドレスローザ編でメラメラの実ができた時に絶望したりそうやな転生しちゃってるから死んでるという意味でしょ。お墓が出た時に死んでるってもう確認しちゃったりとかで最近では小田先生自らもエースはもう生き返れませんって言っちゃったりとかもうことごとくあるんですけどもそれで物語にちゃんと登場するエースはやっぱすごいよ。やっぱねここにもありますけどこの99巻とかでもね、うん、出てきてくれたエースがねやっぱ嬉しいんすよね。嬉しいやっぱりね。そう、うん、僕ね当時はエースが一番好きなキャラやったんでね、うん、エースロスからナミュールが一番好きなキャラに変わってしまったんですけどもう全然違うもう今非属性と未属性が全く違うのよねすごい悲しかったんで一応これだ、まあ、ナミュールももし死ぬことあったらナミュールロスそりゃナミュロスよ。ナミロスだってせっかくさ何年ぶりやと思ってるナミュールがここにしっかり書かれた単行本内にすごいことなんですよこれ71位っていうのは。書かれてますか。書かれてます。これ自分も応援した回あったね。はいよかったです本当にもうはいまあということでねナミュールは本当に死んでほしくない。もう死んでるかもしれないけどね落とし前戦争で黒ひげで殺されてしまった可能性があるけどそうそうまあちょっとそれはね勘弁してくださいということでまあ今後の登場に期待しております。いや黒ひげに殺されてても嫌だな。嫌よ。ナミルはどうしたったらもう死体ならあるけどねフカヒレ持って帰るみたいな。いやいや最悪やんフカヒレにして食べてやったみたいなこと言うたら全ナミルファンが怒るよ。ということで本日もありがとうございました。面白かったらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。これ面白かったら第2弾全然できるので。まだそんなあったっけ。ある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 。そう有名なやつある。へえコエッキーさんもあるでしょ。正味探したらあるある。でも忘れてるわ。そうだいぶそう僕高校生考察全盛期やったからそんな時代やった考察全盛期やった。あの頃いろんな日暮らしとかエンジェルビーズとかいろんなアニメ考察しとったから研究家やった。研究家やっていろんな考察をしてたからエースぐらい古いネタやけどいっぱいある。でもあれよな結局ヒグマがラスボス説のそれに近いものがあるんじゃないかな。いやいやあれはまだ外れてへんから失礼ですよ。いや分かんないけどまあ外れる日いやいやいや5年ぐらいで来るんでいやいやどうするヒグマ復活してたらもうめちゃくちゃ強そうな感じになっとったらどのつらさげで出てくるのほんまに。それヒグマって感じのつらい。何ヒグマって感じのつらって。よーしシャンクスお前まだ生きてたのかあの時の俺だ生き主みたいなね魚出てくるみたいな。なんだ主ってなんで味方になってるの。あいつを手なずけてあティムしてティムしたってさよなら。こえちゃんクルーに春一番楽しみいっぱい動画全開クルーのみんなで盛り上げて TwitterLINE アット LINE ライブも始めたよフォローしてね。お風呂の前はこえっきーチャンネル。